PIC, PIC, PIC とは、ペリフェラルインターフェースコントローラー。ペリフェラルインターフェースコントローラーの略称であり、マイクロチップテクノロジー社が製造している、マイクロコントローラー、制御用、IC 製品群の総称である。コンピュータの周辺機器接続の制御用として1975年に、ジェネラルインストゥルメント社により開発された。百八十五年に、 PIC の事業部門が独立して、マイクロチップ社となり、現在に至る。PIC には、CPU、メモリ、I、O などが1チップに収められており、ロムに書き込まれたプログラムにより制御される。回路構成が良いかつ安価で、他のマイクロコントローラーと比べて圧倒的に、インターネット上で情報を得やすく、関連書籍も豊富で、PIC そのものの入手性も良いため、 電子工作愛好家の間で人気がある。命令5兆を揃え命令数を抑えたりスクライクな構造になっているほか、コードエリアとデータエリアが分離されたハーバードアーキテクチャを取り、コードエリアとデータエリアとでバス幅をそぞれ、最適化しているのが特徴である。ビットコアとは、コードメモリの1命令のビット数を指す。例えば命令兆12ビットコアの場合は、 コードエリアのバス幅は12ビットデータエリアのバスは8ビットとなっている。またコードデータそれぞれのアドレス空間も必要十分なサイズに抑えられている。大半の命令が1サイクルで実行されるが、シリーズにより1サイクルあたりのクロックは異なる。8ビット系 PIC は4クロックが1サイクル、PIC24、ダスピック系は2クロックが1サイクル、 MIPS アーキテクチャコアの PIC32KY1、クロックが1サイクルである。大多数の品種で、動作用のクロック発信回路を内蔵しており、単独で動作することが可能だが、高精度を要する場合のために、外付けの水晶等を使用する発信回路も内蔵し、また外部、オシレータからのクロック入力による動作も可能になっている。 プログラムコード用の内蔵メモリとしては、古くはワンタイムロム、エプラム、紫外線消去品があったが、現在では大多数がフラッシュロム品となっている。多くの品種で、不揮発性のデータ保存用として E プロムが内蔵されている。バスは多くの品種で外部に出力されていないが、PIC18 シリーズのタピン、100ピン等の品種などでは、 外部バスが用意されているものもある。もものあパッケージは長方形のディップタイプから小型の表面、実装タイプのものまで、様々豊富な形態で供給されている。ピン数のバリエーションも豊富で、下は6ピンのもの、俗に米粒 PIC と呼ばれるか存在する。グッピョーポートのほかダ大麻や A、D コンバータなどを内蔵するもの、シリアルコントローラーや、 USB コントローラーを内蔵している製品もある。多くの品種で、グッピオポートには1ピンあたり2 5 m a アまで流せる出力回路が採用されており、LED 等を直接駆動することができる。ただし1ポートおよび1素子あたりの合計の出力電流には制限がある。なお PIC の開発元であるマイケローチップシャワー、ディスコン、廃盤、 生産停止にしないことを会社の方針としており、古いチップも入手可能である。そのため、設計の古いものや機能の劣るものも存在し、そのことが他者との比較において誤解され、性能的に不利であるという誤った解釈をされる理由ともなっている。一方で、存在する過去の使用例や作例の蓄積が時間を経た現在でも、 有効に活用できるというメリットは大きく、チップが入手できないために見つけた作例が実際には活かせないというケースはまである。開発環境はマイケロチップからは、古くはアセンブラのみが無償で提供されていたが、現在では、p プラブ X という統合開発環境と C コンパイラが無償で配布されている。無償版では最適化などに、脳制限があるもののコードサイズ制限などはない。 プラブ X はネットビーンズ IDE をベースにしている。もちろん現在でもアセンブラも利用可能であり、サードパーティー製の開発環境も古くから何種類か発売されている。PIC 内蔵のプログラムメモリに書き込みを行うためのライターは、初期のものはリップのゼロプレッシャーソケットを備え、PIC チップをライターに装着して書き込むものが一般的であったが、現在では、 マイケローチップから廉価な純正ライターのピケットシリーズが発売されているのでこちらを用いるのが一般的となっている。ピケットを使用した書き込みは回路上に用意した5ピンのアイクスプコネクタ経由で行うためいちいち基板から PIC を着脱する必要がないということはソケットを使わない表面実装タイプの p イの場合でも使用できる。またピケットは 書き込みのみならず ICD 対応の品種であれば、デバッカとしても使用できる、ただし商品品種で ICD をサポートしている PIC はあまりいい。日本では電子工作雑誌で紹介されたり、秋葉原などにある電子パーツ店では独自に企画したライタなどのキットが販売され、PIC チップやライタ、開発環境が入手しやすいため普及した。 また1995年頃からソニープレイステーションの CD ロムコピープロテクトをハードウェアに細工して回避する手段が流行した。このための追加部品を通称モッドチップというが、これには PIC12C508 等がよく使用された。アンダーグラウンドでは数千円で売られていたモッドチップが自分で PIC にプログラムを書き込めば数百円で作れるため、 これを糸口として普及が進んだ側面もある。PIC マイクロコンピュータの入手性は他のマイクロコンピュータと比べて格段によく、特にティップパッケージと呼ばれる扱いやすいパッケージの豊富さから日本でのアマチュア電子工作においては揺るぎない人気を維持している。PIC は電子部品を扱う複数の会社がキットで提供しているため電子工作でよく使われている。 今まで専用の LSI や IC などで構成されていた回路を PIC に置き換えている電子工作キットなどもある。近年では後発のアトマル AVR マイコンとそれを利用したアルデューノや ARM ア,アーキテクチャを採用した32ビット級マイクロコントローラが台頭しているなどライバルも多い。なおアトマル社は2016年1月マイケロチップ社に買収された。 PIC は、特に初期の1 2ビットコア1 4ビットコアは、制限が多くプログラミングしやすいとはお世辞にも言うことができないアーキテクチャであったが、その後、高級言語、C 言語でも扱いやすくなるような機能拡張が行われたシリーズも増えている。すべての PIC に搭載されている機能のついた副機能のみ、非搭載機種もある。 一部品種に搭載されている機能。2001年にマイクロチップ社はダスピックシリーズを発表し、2004年後半に出荷を開始した。マイクロチップ社による本格的な16ビットのマイクロコントローラである。PIC24 は一般的な目的用であり、ダスピックは DSP の能力を追加したものである。それでいてそれ以前の PIC アーキテクチャに、 類似しているにもかかわらず、飛躍的に拡張されている。いくつかの特徴。ダスピックでは、マイクロチップ XC16 コンパイラー、C30 と呼ばれるを使用することで、C 言語でプログラミングできる。これは GCC の一種である。プログラム用ロムは24ビット幅である。ソフトウェアは16ビット幅でこのロムにアクセスできる。 16ビット2ワードとして読み込むと、1ワード目は16ビット、2ワード目は8ビットであり、上位8ビットは例が設定される。プログラムカウンターは23ビット幅であるが、再開ビットは常に例であり、実質的には22ビットである。命令は大きく2種類ある。一つは、クラシックな PIC 命令であり、W0 を予備指定された F レジスター。 例えば最初の 8KB のラムの間の処理である。出力先はビット設定により選択され、処理結果として書き換えられる。W レジスタはメモリマップである。つまり F オペランドはあらゆる W レジスタであると言えるだろう。2007年11月、マイクロチップ社は新しい32ビットマイクロコントローラである PIC32MX ファミリーを発表した。 最初のラインナップは業界標準である MIPS アーキテクチャを採用している。この製品はマイケローチップンプラブ C コンパイラ 4PIC32MAX によってプログラムを作成できる。このコンパイラは GNU コンパイラコレクションの派生である。最初の18モデル PIC32MX3XX 及び PIC32MX4XX は 既存の16ビット製品である PIC24、f クスが x が 0XX ファミリーとピン配置及び周辺サポートに互換性があり、同じソフトウェアライブラリーやハードウェアの装置が使用できる今日では28ピンのより小さな QFN パッケージが出荷されており、ハイパフォーマンス向けにイーサネット、キャ CAN、USB オンザゴーのサポートが含まれる製品もある。 ミッドレンジの32ビットマイクロコントローラのすべてのファミリーが利用可能である。PIC32 アーキテクチャはマイクロチップ社のポートフォリオにいくつかの新しい特徴をもたらしている。2013年11月、マイクロチップ社は MIPS M14K コアをベースとした PIC32MZ シリーズのマイクロプロセッサを発表した。 PIC32MZ シリーズの特徴。E ラン社は13ビット命令帳の PIC ライクなマイクロコントローラーを発表している。この命令セットは14ビット命令セットのミッドレンジに最も互換性があるが、レジスターアドレスが6ビットであり、16個の専用目的のレジスターよび48バイトのラム10ビットのプログラム空間である。10ビットのプログラムカウンターは、 R2 としてアクセスできる。回のビットのみが読み込み可能であり、上位のビットが書き込みやクリアができる。TBL 命令の例外によって、あらかじめ保存された回バイト8から9が書き換えられる。7つの即時積算命令が14ビットの PIC の同等命令に対応する。オペコードを示すビットが3ではなく4ビットあるが、それらはそこだけではなく、追加される。 ソフトウェア割り込みに割り当てられる。いくつかの雑多な命令が追加されており、術後の変更であるが、明らかに同等である。いくつかのモデルは、他の PIC にあるような複数の ROM や RAM バンクを持つ。ホルテックは、多種の PIC ライクなマイクロコントローラーを発表しており、HT37、HT4X、HT56、 HT6X、HT82、HT95 ファミリーなどである。14ビットのミッドレンジの PIC、マイクロコントローラーに似ているが、正確なクローンではない。ステータスレジスタは、算術的なオーバーフローフラグを持ち、いくつかの追加命令を含み、2ポインターを使用する非直接的なレジスタを含む。 3種類の命令幅がある。基本的な1 4ビット PIC 命令セットにない命令はオリジナルの PIC との特筆すべき際。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。